どうすか。お、いいね、いい感じ、いい感じ、こんな感じでした。確かにさすがレイジ。すげえ、なんかぽいわ。え、それ美味しかったよ。あ、そのパプリカめっちゃあった。あるっすよね。すごいですね。気持ちいい。気持ちいい。どうでした？恋愛話してる。何話したの？ちょっとまあどうやって彼氏との出会いの作り方を。もう出会おうとしてるんだよ。いや違う違う違う。普通になんか、まあ、クラブ行ったらいいんじゃないよって言われてたらしいから、クラブ行く男大体クズだよって。緊張する？全然。緊張しない？全然しない。今日は？全然しない。ナオトが言い始めたので。ナオト誰？ナオトかっこレジェッタが言ってるんだ。ナオトね。言ってるから。ナオト言うた。ナオト言うた。アヤト、アヤトね。坂本の。わかるか。なんでフルーツバスケットなの？え？なんでフルーツ？人参果物のやつも入ってる。あ、そういうことね。緊張するってマジで。変に緊張するのに、心臓バクバクなんですよ。うわー、緊張するな。間もなく行きますよ。3チーム目はこのチームです。フルーツバスケット。何やんの？入場トレイン。やんの？やる。一番前。一番前。続いてはこのチームです。トリプル P。 続いてのチームはこのチームです。ドロップシップで来た。フルヘルスはユーフナとシャカボー。さあ、いいカバーだ。ワイル出てきた。ワイルが飛び込んできた。ただシャカボーがシュンミーのカバーに入った。ここのチーム連携はできているか。なんか横にもいるぞ。フルーツバスケット、このファイトに漁夫の形で介入。スキャンがいないから気づけないぞ。ゆずくん介入。フルーツバスケット、どうなんだ。どんな返した。シャカボーを落として人数状況は有利を取れているか。上側のゲストチームはすでにまさのりチャンネルたちが落としています。残りは3部隊です。3対2の状況。フルーツバスケットはフルでの生存です。ポジション圧倒的まさのりチームが有利ですけど。そうですね。わあ、そしてこれ使う？使わないか。これでもライアットドリル刺さりますか。お、使った。ローリングサンダーアルティメットの起動。まさのりチャンネルがそこから裏の車線狙うか。前に行った。3対1、大幅有利だ。エーペックスプロオールスターマッチゲーム2、チャンピオンはユズモーモンレモンのフルーツバスケット。仲良しチームがここを制した。
すぎだろ。どうだった大会は。一部第1部どうだった。第1部ゴミゴミゴミなんて黙りますわ。緊張した。めっちゃした。やばいこれお疲れ。ナイスチャンピオン。ナイスチャンピオン。はい、最高。やっぱ俺が強かったわ。やっぱもう痛かった。期待裏切らないわ。ありゅうさんかっこよすぎんだ。いやいや写真。やばい、おしゃれすぎる。はい、なんかピースして、みんな、はい。はい、チーズ。そこも？あ、そっちか。はい、チーズ。いいね。オッケー。作り。作り。イヤホン2回逆にして左右逆から聞こえた。全然何もできない。俺さ、イヤホン2回逆につけてた。マジでその釣りだけ。左右逆に聞こえてくるの。気がいいの。大丈夫。おいだ、やばい。車で帰るでしょ。俺車、俺は車で帰る。いいや、俺車で帰る。何時帰る。自分で帰ろう。どっちでもいい。何時でもいい。合わせて、申し訳ないから。合わせていいよ。合わせて。持って帰っちゃう、全部。